県内でも人手不足が深刻化する中、働き手として期待されているのが外国人労働者です。県内の人数は去年初めて1万人を超えて過去最多となりました。そんな外国人労働者を受け入れるための制度は今変化の時を迎えています。取材した藤井記者です。お願いします。お願いします。昨日国会に動きがありました。今までの技能実習制度は日本の技術を持ち帰る国際貢献が目的だと掲げられていましたが、それがまさに日本の労働者不足を補うために人材の確保と育成を目的とする育成就労制度を設ける改正案が衆議院本会議を通過しました。なるほど。育成就労制度という新しい名称に変わったということですよね。そうです。これ詳しい内容どう変わってきたんでしょうか。変更のポイントとしては2点あります。1点目は同じ業種に限って1年から2年働けば転職転籍が可能になります。これ今まで無理だったんですね。そうです、はい、そして3年間の育成期間を経てより技能レベルが高い即戦力としての特定技能1号に移行することを促進します。特定技能1号という言葉ありました。特定技能というのはそもそもどんな制度でしたっけ。特定技能制度というのは2019年から始まってはいるんですが、はい、人手不足の分野に限って一定の専門性を持つ人材を受け入れる制度です。これが今年度からこれまでの12の分野から自動車運送業など4つの分野を加えて、さらに受け入れの上限も2倍以上の82万人に拡大することが決まりました。この先ほど言った特定技能1号よりももっと熟練した技能を持っている外国人労働者は永住権を申請することや家族を日本に連れてくることもできるんです、うん、去年特定技能2号を取得した人を取材しました。鹿児島市の建設会社で働くベトナム人グエン・タイン・ロンさん28歳です。ロンさんは会社で初めての技能実習生としておよそ10年前から働いています。この日は炎天下の中、建物の枠型を設置するときに場所が分かるよう印をつける作業を行っていました。ここの仕事は本当に面白いです。木建設中の方だからもう自分の建物で建てて、また建物は多分ずっと残るです。たまに見に来て本当に嬉しい。ロンさんは日本人でも難しい工事の資格に合格、技能検定1級にも一発で合格し、去年県内で初めて特定技能2号を取得しました。この分野では九州初の快挙でした。高校の会社入っていろいろ社長とかを教えて、それも私の目標も社長も全部教えて、それ連れていきます。本当に高校の会社入れないと今までないです。ロンさんの快挙は他の外国人労働者にも刺激となっています。将来はね、ここを働き続けたいですから、ロンさんみたいになりたいですから、仕事と日本語といろいろですね、頑張ります。今ロンさんの日々の癒しとなっているのが、鹿児島で同じ技能実習生として知り合った奥さんとのテレビ通話。ん、匂いはん、うん、だいだい、おう。奥さんは今年3月に生まれた子どもの出産のため今はベトナムに一時帰国しています。早く行きたいです。子どもは日本の学校に入ってもらいたいです。子どももベトナム語と日本語どちらも分かります。この会社ではより密接な関係を作るために
外国人労働者の実家を訪問することもあったといいます。自分の家に行ってくれたと、それも本当ものすごい喜びだったね。一番親御さんが安心するんじゃないですか。まるで家族のような関係性を作っています。この会社にはおよそ40人の従業員がいますが、そのうち12人はロンさんを含む外国人労働者です。外国人を受け入れることで会社が明るくなったといいます。先が見通せるようになったということですね。やはりロンに続いてですね、2人目3人目特定2号になりたいという子がいますから、そっちの方をまたバックアップしていこうかと思ってますね。はい、ロンさんなんですが、日本に永住する予定ですか。はい。ああ、そうなんですね。ビデオ通話でとてもね、微笑ましい様子ありましたけど、家族も落ち着いたらまた戻ってくるんですかね。そうです。ああ、そうですか。わかりました。今はちょっと離れてて寂しいということだったんですけれども、あとさて、政府が進めているこの育成就労制度に関してですが、特定技能1号に移行することを促進していると先ほど言いました。これより技術だったり日本語の学習をして試験に合格などをすると、ロンさんみたいな特定技能2号に移行することもできるようになります。この特定技能2号に移行ができますと、永住権の申請だったり、ロンさんのように家族を一緒に日本に連れてくることもできるようになっていきます。このように将来的な永住者の増加を見込んで、より働きやすい環境の整備が求められています。そうした中、垂水市が始めた県内で初めての取り組みを取材しました。カンパチの養殖が盛んな垂水市です。垂水市では漁業や農業などの第一次産業を中心におよそ400人の外国人労働者が働いています。外国人労働者が増える中、トラブルも起きていました。言葉が通じなかったり、生活習慣が違ったりするので、ゴミ出しとか、もともと住んでらっしゃる方となかなかちょっとうまくいかない面が出てきたというところが出てきましたので、そこのですね、溝を埋めて、もともといる人と外国の方の橋渡しをするような人材が欲しいというところで、トラブルを解消するために外国人と日本人が交流する機会を増やそうと、先月地域おこし協力隊として多文化共生まちづくりコーディネーターを新設しました。先月から活動を始めた高桜健一さん39歳です。高桜さんはタイで日本語教師をした後、南米でスペイン語を勉強、その後北海道で羊飼いとして働き、垂水市に移住しました。大学卒業してから外国の町を転々としておりまして、その中で結構外国の方に助けられたりして、それで自分も日本で外国の方をちょっと助けるというとちょっと大げさですけど、何か役に立てたらなということで、コーディネーターとして外国人労働者に日本語を教えるほか、交流するイベントを開く予定です。授業だけの関係じゃなくて、なんかこうイベントを開いたりして、自然な日本語というかも一緒にこう勉強して、日本人に近いようにこう話せるようになってほしいとは思いますね。いろんな外国の方が来るんで、それはそれでまたちょっと楽しみではあります、垂水市ではこのほか6つの言語で家庭ごみの分別表を作り、新たに引っ越してきた外国人の家や企業などに配る取り組みも始めています。確かにどんどん来てください、受け入れますよという言葉だけじゃなくて、こういうコーディネーターのように橋渡しをする人というのは大切ですよね。外国人もそういう人がいると安心して働けるのではないかなというふうに思います、さあ今後についてなんですけど、今後の課題どんなものがあるんでしょうか。国際的に人材確保の競争が激しくなっていることに加えて、円安が影響していて、日本全体の賃金の水準は相対的に低下をしています、日
本で働きながら自分の国に仕送りをする外国人労働者も多く、賃金は選ばれる国になる上で非常に重要なポイントになっています。また地域に溶け込むための取り組みを進めて、外国人がより安心して長く働ける取り組みをすることが企業や行政には求められていると感じました。ここまで取材をした藤井記者とともにお伝えしました。